宝くじ1等当たり確率くらい。あれってさ、どれぐらいの確率なの？宝くじの当たる確率って。 0.02。 0.02 なの？隕石が頭の上に落ちてくるのと同じ確率？え？1000万分の1？ やばくない？え、1000万分の1なんだ。お嬢がフォールガイズ1位取る確率つまり0。絶対1位取っとるからな、放送で見とけよ。お前見とけよ。お前見とけよ。絶対取るからな。見とってよ。うん。もう絶対取るかんね。うん。もう絶対取るわ、1位。下から1位を取る配信って言ってたから、上だっつうの。なんか上だっつうの。日本人が全員勝っても12人しか当たらない。いや、シビアだなぁ。でも宝くじとか当ててみたいな、一等。いや、いいなぁ。もう一気に一瞬で億万長者になれるわけだろう。いや、すごいなぁ。お嬢当たったら何買うの？いや、あんまりそもそも物欲ないんだよ。なんかこう、配信にこうさ、必要な機材とかさ、なんかこう、マイクとか、なんかパソコンとか、とゲームとか、なんかそういうものにしかあんまり物欲がないというか、あんまりこれ欲しい、あれ欲しいとかなくて、まあ、強いて言うならどっかなんかこう旅行とか行きたいかもな、遠く。強いて言うなら。あとは、広いお家、広い家をこう買いたい。広い家買って、こう、もうのんびりしたい。